再現イベントにおける第14軍団ゲミナローマ軍団のレジオ XV。アパロナリス、ローマ軍は古代ローマにおける軍隊の総称。ラテン語では軍隊のことをエクセルキトゥスと言い,い、ローマ軍をローマにエクセルキトゥスあるいはノステルエクセルキトゥスなどと呼んでいた。ローマ陸軍は時代によっても異なるが、ローマ市民権を持つ者からなるレギオを及び、 ローマ市民権を持たない者からなるアウクシリアに、大別することができる。レギオーは、陸軍の編成単位でもあり、個々の軍団に支援軍が付随して、戦闘を行った。編成単位としての1個のレギオーは10個のコホルスに、1個のコホルスは3個のマニプルスに、1個のマニプルスは2個のケントリアによって構成されていた。すなわち1個のレギオは、60個のケントリアから、 なっていた。したがって計算上は6000名の軍団兵がいたことになるが、実際は定員割れを起こしていることも多かったという。共和政時代のローマ陸軍は、本土イタリアでは、コンすると、プラエトルが、属州では、属州総督が主に全軍の指揮権を握った。個々の軍団については、ガイウス・マリウスの軍政改革以降は、レガトゥスのうちから、 レガトゥス・レギオニスを任命して指揮させることが多かった。核軍団の運用については、さらに各6名のトリブヌス・ミリトムによって補佐された。帝政時代になり、国境がある程度確定してくると、防衛が主な目的になった。ローマの国境は、ケルト人、ゲルマン人並びに、パルテアの進行頻度からライン側、ドナウ側、ユーフラテス側に主眼が置かれるようになり、 これらに駐屯地する軍団は精鋭として名を馳せた。また彼らの駐屯地はそれぞれがミニローマとも言うべき確一的な施設、設備を有していたため、特にラインドナウ沿いに位置する現在のヨーロッパ諸都市はローマ軍駐屯地を起源としているものが少なくない。ラテン語では海軍、または艦隊のことをクラシスと呼んだ。詳細はローマ海軍を参照。 メディアを再生するビデオ、ローマ軍団の訓練、再生亭、ありがとうございます。